10月9日、須賀川市の松明あかしの関係者と南会津町の有志が松明あかしに使う蚊帳の刈り取り作業を行いました。須賀川市では微量ですが蚊帳に放射性物質が検出され、11月に行われる松明あかしでは蚊帳が使えなくなってしまいました。あれ2メーターぐらい待ってますね。2メーター50ですね。この事態を聞いた町の有志が南会津の蚊帳を提供しようと立ち上がり、南会津と須賀川の共同作業が始まりました。場所は南郷スキー場斜面。2箇所蚊帳を借り束ねてトラックに積みます。この日は行政の皆さんも応援に加わり、ボランティアの皆さんと合わせて須賀川市、南会津町から50人以上が参加しました。こちらは須賀川から、そうです、須賀川から、はい、みんなの仲間で、はい、本体松を作ってるので、うん、それで来ました。こちらの皆さんの下柄なんですか。はい、ご苦労様です。結構いっぱいいるんですね。かなりいるんだ。トラックに何台くらいいるんだろうね。トラック10トンが5台ぐらいいましたね。10トン5台くらい、はい、この辺伸びっぱなし。毎年だと自分のこの、まあ、はい、土手とか結構秋になればありますもんね。膝でちょっとこれで締めて、膝で体で押さえたとこを縛って、あとはここの挟む、うん、2、3回回したらここで挟む。この蚊帳刈り作業には数日前から活動していた人が何人もいました。青柳の馬場さん、新聞でニュースでやってるべ。蚊帳が大変だっていうことで、本当は須賀川で買って須賀川の蚊帳使えば一番県内も良かったよな。結局風評対策にもなって、だが須賀川で使えねえとなれば、あと使えとなれば水と空気と食べ物の安心の南会津までしかあんめや。あ、そんだから俺我が蚊帳の持ってくから、だから俺最初我が2、3日借れば軽トラで5、6で集まっから、それで何ぞなどって電話してみたと、ね、そしたらば向こうでいろいろやったから、そんじゃ俺もそうだ、青柳の集落の人さ声かけて、この間10年ばりで会えて軽トラさ6筋で買ったで、そしたらその時に南会津には開発業なんだから、南会津マスター聞いてみろって言ったら電話くれて、で、あれですよ、蚊帳刈る場所がねえか、まず蚊帳の場所を抽出して、そしたら南郷で探したらやっぱ毎年ここですごい刈ってるっていう話があったので、それでここ抽出して、そして、まあ、役場にも声かけしたりして、脇坂とかに協力をお願いして、まあ、そしては役、はい、そう、羽今ちょうど落ちる時期だから、うん、ダメで、だからこっちだけでも全部相当あるんで、この前にも1回ぐらいやってるでしょ。水なしで1回やりました、うん、水なしで、でも相当やってますよ、水なしで2回、2日、あと荒野でも1回やってるし、うん、はい、それ以外でも多分やってる。ご苦労さまです。若いのにみんなもうできてますね。私は今年初めてですね。はい。私前も来たんですけど。はい。そうですか。で、そのなんか実行委員会とかなんか関係者で。そうですね。実行委員会、はい。そうですか。松明あかしの蚊帳、毎年10トントラックで8台から9台分も使うそうです。須賀川市には愛知県や山梨県など多くの地域から蚊帳や竹の提供もあったそうです。このプロジェクトには須賀川市外からも参加している人がいました。
ツイッターやホームページを見て参加したそうです。あの、うん、ツイッターで須賀川のサポーターズクラブっていうのがあって、うん、それに入ってるんですけど、うん、でツイッターであの、うん、観光課の方から言われまして、はい、いい汗ですね、暑いです、ね、そうですね、そうじゃなくても線量が高いんで、あの須賀川とか郡山とかあの辺も、だからそうですね、だからやっぱりちょっと気をもう何でしょう、気にしなくていい量だとは言ってもやっぱり気にされる方もいると思うんで、ね、そうですね、はい、郡山はどっか来たんだよ、あの三春の方なんですけど、三春の方、はい、濃いなあの何だっけ、三春の方だけど西部の方には本当にこう感謝申し上げたいと思ってますね。で、あの幸いあの南会津町さん の, そのセシウムあの検査しましたところは ND でしたので、まあ、安全な地域だということも含めて、まあ、あの町役場以外の市民団体からも積極的にこううちの方にあの借り取ってもいいよみたいなあのアクションがありましたので本当にありがたく思ってます。皆さん、機会があれば何か役に立ちたいと思っています。松明あかしは11月12日、須賀川市で開催されます。松明あかしは400年以上前、伊達政宗との戦いで戦死した人を弔ったことから始まったそうです。震災、原発事故で多くの困難を乗り越え開催する松明あかし。この日を復興ののろしにしたいと関係者は話していました。戦国時代の伊達政宗に滅ぼされた、まあ、あの須賀川の家臣団、そしてあと伊達政宗 の戦死者、双方を弔う火祭りということにやってますので、まあ、こういった形でその鎮魂トイレが皆さんの支援をいただいてできるということは、まあ、あのとにかくありがたいということと、まあ、しっかりその皆さんの心をつなぎながら松明あかしの炎として、まあ、やあのしっかり松明あかしをやっていきたいというふうに思っています。で、まあ、あの松明あかしを自分の祭りのようにこう思っていらっしゃるということで大変ありがたく思っています、ね、まあ、あの何か協力したいと思ってますからね。そうですね、で、あの松明あかしは、まあ、日本三大火祭りと銘打ってまして、で、あの福島県のとにかく復興ののろしに今回をしましょうと、もう福島県も位置づけていただいて、おりますので、あのとにかくこの祭りをやることによって福島県全体のやっぱり元気に、そういったものをですね、全国に発信していきたいというふうに思ってます。それぞれの思いが一つになり実現した作業、これからの交流も始まると期待しました。そしてこの須賀川の歴史とは違い、伊達政宗と和睦した田島の杉山城主の物語は子供歌舞伎で演じられています。400年以上も前の先人の姿までも想像しました。